キエフ国立アカデミー青少年劇場は、ウクライナの首都キエフにある、青少年劇場である。1979年に設立され、1979年12月14日に、開場した。翌1980年4月26日に、落とし公演が行われた。1985年からは、プロリズの通り17番地の建物に入居している。この建物には、 かつては、アパートや士官クラブ、デスクルバスの青少年劇場、映画館、コムソモーレツウクライニが置かれていた。本劇場の設立のきっかけは、1978年秋に、ウクライナレーニン共産主義青年同盟において、当時ウクライナ共産党、第一初期で、ソ連共産党政治局員でもあった、ウラジービル・シチェルビツキーがキエフには、 青少年劇場が必要だと演説したことである。これを受けて、翌1979年にはソ連文化省から青少年劇場設立を命令が下された。若い俳優が設立したモスクワのスブレメンニク劇場やチェルニーヒウ劇場とは異なり、指導部からの命令で作られた劇場である。会場日は劇団の顔合わせが行われた1979年12月14。 かとされている。1980年4月26日に落とし公演が行われ、という作品が上演された。当初はプロリズナ通り8番地のメトロバットに置かれていたが、1985年にはプロリズナ通り17番地に移転した。さらに1995年には、1920年代の前衛演劇家でプロリズナ通り17番に、 青少年劇場を立ち上げた、レスクルバスを記念して、青少年劇場と改名された。設立以来、監督は何度も交代しているが、特に税を制作した、ムイハイイルスタリツキと、同劇場の看板演目である、を制作したビークトル・シュラコフの功績が大きい。特に校舎は、30年以上経つ現在でも、レパートリーに残り、550回以上上演されている。 プロリズの通り17番への移転と、青少年劇場への改名は当時監督を務めていた列車多肉によるもので、多肉はなど数多くの公演を率いた。1996年から2012年にかけて本劇場を率いたスタニスラフ・モイセ府フは、モリエールのドン・ジュアン、ゴーゴリとクーリッシュの検察官、グーバツキのアンドル・ホービチのモスクワ滞在日記、チェーホフの ワーニャハクフさんの公演を成功させたことで知られる。これらの成功により、モイセーエフ自身も劇場もたちまち有名になった。モイセーエフは劇場の改革に積極的でレパートリーが大きく刷新されたほか、外国人に演出家を作品に招待したり、他国の劇場との交流が進められるようになった。また、ウクライナ国内外の様々な演劇祭に、 積極的に参加するようになった。2012年にモイセー F はイヴァン・フランコ国立アカデミー演劇劇場の芸術監督に就任して本劇場を離れたが15年間にわたるモイセー F 体制は本劇場を大いに発展させた。2012年以降はアンドリー・ビロースが芸術監督を務めている。シーズンごとに10本を初演し、 新世代の演出家のサポートを積極的に行うほか、劇場の大規模な改修を行い、ツアーや演劇祭での活動のための仕組みを構築している。このような取り組みによりレパートリーは年々拡大しており、大舞台と小舞台に加えて、2014年にはデビューする演出家や俳優のための小劇場がオープンした。二千十四年には欧州劇場会議の会員となり、 国際プロジェクトにも参加して、西欧諸国の劇場や芸術監督との交流が図られるようになった。作家のアレクサンダー・イルバネツやユーリー・アンドルホービッチ、舞台美術のセルゲイ・マスロボイシチコフやアンドレイ、ドチェフスキー、芸術家のアレクサンダー・ボイトビッチなど、著名な作家らとのコラボレーションを行っている。イヴァン・カルカリー、サミュエル・ベケット、アンドレイ・プラトーノフ、 ヤヌシュグーバツキ、ウィリアム・サローヤン、フリードリヒ・ホンシラー、エリック・エマニュエル・シュミット、アントン・チェーホフ、マーティン・マクドナーなど、古典劇から現代劇まで幅広いレパートリーを有している。2019年5月7日に、ウクライナ大統領令により、国立劇場の地位を与えられた。ありがとうございます。